季節あまり問わないので結構使いやすいかも。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、もう売れに売れてますユニクロさんのこのバンドカラーシアシャツ、こちらのコーディネートをご覧いただきたいと思います。今回5コーデ、秋深まった感じのものをご紹介したいと思います。バンカから秋深まり系ですかね。というわけで今日の私のコーディネートは、はい、前にもこんな雰囲気でね、黒タンクティーを着ていることの方が多かったと思うんですけれども、今日はサマーシルクニットの、ちょっとね光沢のあるノースリーブ、いつものように腰巻き、セーター巻きをしております。はい、というわけでこちらのシアシャツチェンジ。はい、ファーストコーデです。インナーにね、エアリズムの黒を着てます。そしてね、はい、先ほど履いていたブルーグレーのロングスカートを合わせてみました。で、前はねちょっと結んでます。これ肩結びというか、結び目を作らないで、そのままね、このまま一回こうやってね巻いただけです。軽い感じがして柔らかいんじゃないでしょうか。でね、この色少しスモーキーピンクなんだけれども、まあね、こういう少しだけくすんでる感じのピンクだけに合わせる色っていうのは、このようにね、ちょっとグレーだったりとかくすみ系のもの、同じような柔らかいんだけれどもくすんでいるものを合わせるとなじみやすいです。それでね、プラス、まあ、中にこういう黒いのを着て痩せ見えコーデというところもあるので、黒のこういうセーターでリンクしてみました。もちろんね、腰にこうやってさっきみたいに巻きをしてもいいですよ。足元なんですけれども、靴はねちょっと軽めにね、はい、こういうグレーの靴を履いてみました。はい、ファーストコーデでした。はい、セカンドコーデです。前にもね履いていたのをご覧いただいていると思うんですけれどもね、同じく綿の透け感のあるパンツを合わせてみました。バンドカラーシアシャツのね着方なんだけれども、後ろにこうやって抜いてます。それでね、カシュクールのようにこのようにして、ね、全部前ボタンを取ってこのようにしてクロスさせて後ろに肩のあたりで抜いています。はい、後ろはこんな感じですね。特別出演の MJ が、はい、皆さんこんにちは。はい、なんかねさらりと、これね同じね綿なの、バンドカラーシアシャツ、こちらも素材は綿だし、パンツもね綿で、両方ともスケスケな感じ、バンカコーデ、セカンドコーデでした。はい、サードコーデです。はい、先ほどと同じようにカシュクールのようにしてチュールスカートと合わせてみました。はい、靴はねさっきと同じ薄いグレーで合わせていますが、もちろん黒のねバレーシューズみたいなものでも問題ないですよ。このね、注意点としてはカシュクールをするときに少しここにたゆみをね作ってください。ピシッとやってしまうとあまり決まらなくて、お洋服ってね、前にもお伝えしてるかもしれないけれど、奥行きってものすごく大事なの。立体的に少しお洋服を作ることによって様になりやすいしね、スタイルもよく見えるわけ。はい、というわけでこのようにして、でしかもごめんなさいね、ここねゴムになってるからね、ゴムも隠したいじゃない。こうやってカシュクールしました。ここにこうたゆみをつけるっていう感じ、横から見ると少しこうね立体的な感じっていうのがよりおしゃれな印象になります。そうそう、今の変形だけど、ここね一つ止めて片方だけ入れて、ちょっと肩をね抜いてね、ルーズな印象になるのもちょっとゆるっとおしゃれさん系でいいと思います。はい、フォースコーデです。さっきね実は着てたトップスに見えたものはスリップドレスだったの。はい、でスリップドレスにこうやって着てセーター巻きをなんだけれども、足元も、ま、巻きをと一緒に
黒いバレーシューズを合わせています。これね、本当綿だからね、意外と本当に季節を問わないで着れるかもしれない。結構全色持っててもいいのかもって思ってしまいました。私はね、基本的にはもう少しバンドカラーよりもシャツカラーの方が好きなんだけれども、普通にシャツカラーでこうやって立てたりとかするとちょっとなんか古臭い感じもするから、バンドカラーだからこそこう気軽にこうね、しなやかな感じになるのかなっていうふうにも思います。はい、フィフスコーデです。革のね、ちょっとボリューム感のあるパンツ、それから同じような色の革のブルゾンを腰に巻いています。このようにね、カーキ系、グレーとともにカーキ系もこのピンクとっても合うと思います、ね、足元には黒い、ハイヒールを履いて、インナーも黒の、エアリズム着てます。いつも私これ、このパンツはブーツを履いて、ブーツの中にインして履いてるの。だからもう少しね、秋が深まってきたらぜひご紹介したいと思います、どんな風にこのパンツを履いてるのか。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。これ本当さっきも言ったけれども、いろんな着方ができるのと、本当に季節あまり問わないので結構使いやすいかも。はい、というわけで試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録がまだの方はポチッと&いいねボタンで高評価をいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。